本村君。はい、日本共産党の本村信子でございます。まず災害、被災者支援の問題で質問をさせていただきたいと思います。台風や大雨によって亡くなられたお一人お一人に心からの哀悼の意を申し上げます。そして被害に遭われたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。で、私も三重県伊勢市、そして静岡県伊豆の国市、神奈美町、小山町へ行き、被災者の方々にお見舞いを申し上げ、ご要望もお伺いをしてまいりました。で、伊勢市では2年前にも床上浸水をし、そして昨年は風で屋根が飛んでしまい、そして今年も台風19号の被害で床上浸水、度重なる被害を受けた被災者の方がいらっしゃいました。で、災害救助法が適用されれば応急修理などの支援で最大59万5千円の現物支給ができるわけですけれども、そしてまた床下浸水についても応急修理、柔軟に対応すると、内閣府は言っております。しかし三重県のこの伊勢市の場合も志摩市の場合も同じ台風19号の被害なのに災害救助法は適用されておりません。被災者の方々が救われておりません。志摩市では床上浸水で見舞い金3万円だけということでございます。あまりにも差がありすぎるというふうに思います。静岡県でも伊豆の国市と神奈町は災害救助法、そして被災者生活再建支援法が適用されましたけれども、他の自治体でも被害があるのに、小山町でも深刻な住宅の被害がございましたけれども、災害救助法も被災者生活再建支援法も適用されておりません。そして被災者の方が救われておりません。同じ浸水被害、そして土砂災害にもかかわらず、国の制度で救われる被災者と救われない被災者があってはならないというふうに思います。三重県では被災をされた世帯の数を気にしているようですけれども、しかしここは柔軟に対応ができるはずです。過去の事例を見ても柔軟に対応してきた事例があるはずです。適用をして救済できるはずですが、いかがでしょうか。そして一世帯からでも救済できる制度を作るべきだと思いますけれども、今日は副大臣に来ていただいております。ご答弁をお願いしたいと思います。はい、平内閣府副大臣。お答え申し上げます。災害対策基本法の基本理念においてはですね、被害者による主体的な取り組みを阻害することないように配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無、その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護することと定められており、これに従って国、県、市町村は被災者の支援に努めなければならないとしています。また災害救助の適用については、これまでの災害と同様に各都道府県に対して多数の方が生命、身体に危害を受け、または受ける恐れの生じる場合等において躊躇することなく適切に指定がなされるように周知を図っており、今般の台風第19号による災害においては被災した14都県390市区町村に災害救助法の適用が決定をされたところであります。引き続き災害救助法の救助の適切な運用を図るとともに、被災をされた方々の適時適切な援護に努めてまいりたいと思います。なお、委員のご指摘は災害救助法適用されてないというところをどうするのかというお話でございますが、ご承知のとおり、災害救助法はですね、やっぱり一定の被害が生じたところをその基準に応じてやっておりますので、災害救助法が適用されない場合は市町村が救助の実施主体として被災された方々の救助を行うことになっております。本村君。しかし柔軟にやっていただいている実績はありますよね。佐賀県の例とか、副大臣お答えいただきたいと思います。平内閣府副大臣。委員、災害救助法のに関するご質問でございましたので、災害救助法の仕組みについてはですね、今ご説明をしたとおりでございます。で、災害救助法は、何が変わってくるかというとですね、その実際にその主体が市町村から都道府県に変わるということと、その財政支援、費用の負担のところがですね、国の負担が100分の50に増えていくということでありますので、主体自体が市町村であることには変わりはございません。
本村君。ですね、こういう問題が救済される、被災者と救済されない被災者がいつもこういう問題が起こるわけでございます。で、安倍首相は国としてできることはすべてやるというふうに言っておられますので、救われない被災者の方がいるということを重く受け止めていただきたいというふうに思います。平等に被災者の方が救われる制度、内閣府、総務省、そして国交省など検討していただきたいと思いますけれども、大臣、副大臣、お願いしたいと思います。平内閣副大臣。災害の救助につきましてはですね、ご承知のとおり5つの原則などがございまして、それに応じてやっていくということでありますが、災害救助法に関しましてはですね、一定の基準がありますので、それによってですね、主体が市町村から都道府県に変更なり、また費用の負担の仕組みが違うということであります。新しい仕組みにつきましてはですね、今例えば被災者再建支援チームを作ってですね、さまざまな検討がなされておりますし、特に今委員のご指摘は応急救助のところではなくて、じゃあ、復旧復興のお話でしょうか。復旧復興であればですね、今なりわ住宅、すいません、とりわけ住宅再建です。住宅再建におきましてはですね、先般の台風15号の際もですね、大変な強風で千葉で屋根が飛ばされるケースが多発をしました。で、従来のやり方におきましてはですね、それは全壊、半壊にはならず、一部損壊ということで、適用にならないということでありましたが、今回、柔軟なですね、運用をした結果ですね、それもですね、補助金が出る仕組みとしたところであります。今、被災対本部なども含めてですね、なりわいの再建とか、生活の再建、またその住環についてもですね、その状況に応じて、さまざまな検討がなされているところでございます。本村君。ぜひ今災害救助法を適用されていない被災者の方の住宅再建もできるように早急に検討していただきたいというふうに思います。で、次に還付不正 NHK の問題に質問を移りたいというふうに思います。還付生命のですね、不正販売問題、国民住民の皆様に不利益をもたらし、信頼を失墜させた重大な問題でございます。で、9月30日、日本郵政グループにおけるご契約調査の中間報告が出されました。不正販売の被害の可能性がある人は15万6000人、件数では18万3000件を調査をし、まだ 37% しか当たりきれていないという中で、分かっているだけでも6327件に法令違反または社内ルール違反の可能性があるという重大な状況でございます。で、この問題は NHK が昨年4月24日クローズアップ現代プラスで、郵便局が保険を押し売り、郵便局員たちの告白というタイトルで放送をし、大きな反響がございました。で、日本郵便は改善しているというふうに言っていますけれども、現場が変わっていない、こういう告発の声を受けてこのままではいけないということで、第2弾を NHK は企画したわけでございます。で、ここでまず総務大臣にお伺いをしたいというふうに思います。クローズアップ現代プラスではですね、昨年4月に還付不正の問題が明らかになったのに、日本郵便株式会社法に基づく総務大臣の報告徴収命令の発出は今年の6月19日、日本郵政株式会社法に基づく総務大臣の報告徴収命令の発出は今年の8月8日でございます。監督官庁として対応があまりにも遅すぎたのではないかと思いますけれども、大臣、高市総務大臣。まず議員ご指摘の番組の放送の翌日であります昨年の4月25日に、高齢者募集における不適切な営業に関する報道や、それまでのヒアリングから、高齢者に対する営業活動について適切な対応を要請する必要があるという判断があり、日本郵便株式会社に対して利用者目線に立った適正な営業を行うよう行政指導
を行っております。それとともに改善策などについて定期的な報告を求めております。その結果、今年の6月13日、顧客に不利益な可能性のある契約乗り換えが多数発生しているという報告が、ありましたため、6月19日には日本郵政株式会社に対して、コンプライアンス遵守と営業活動の適正化について、行政指導を行うとともに、日本郵便株式会社に対して日本郵便株式会社法に基づき改善策などについての報告を、求めました。でさらに、委員が、おっしゃった8月8日ですが、不利益を受けた官保生命の契約者の特定及び権利回復とともに顧客本位のサービスの提供に向けて抜本的な改善策の、早急な検討を求めるために日本郵政株式会社に対し日本郵政株式会社法に基づく報告を求め、9月末に報告を受けました。でこの報告では不利益を受けた可能性のある顧客の意向確認が、これも委員のご指摘にありましたが、4割弱しか終了していないということから、10月4日に調査のさらなる加速化について、日本郵政株式会社に対して口頭で、行政指導を行っております。まあ、このように昨年以来、何度も、対応をしてきているところであります。的村君。はい、行政指導をしたにもかかわらず日本郵便、日本郵政変わらなかったということだというふうに思います。で NHK は第2弾の放送のために昨年7月7日7月10日に情報を集めるためのツイッターホームページに動画を掲載をいたしました。でそれに対して日本郵政の3社からですね、内容が一方的で事実誤認があるなど削除の要求がございました。NHK は事実誤認がないか改めて内容を精査した上で7月13日2本の動画を改めて掲載をしております。 NHK に確認をいたしますけれども、事実誤認があったんでしょうか。はい、じゃあ木田専務理事。お答えいたします。取材対象となる当事者からの指摘でもあり、担当部局で事実誤認がないか改めて内容を精査しました。その結果、訂正すべき事実の誤りはなかったが、字幕によって情報提供を呼びかけるものであるということをより明確にした上で、情報の客観性を高めた更新版を掲載いたしました。本村君。はい、事実誤認はなかったというふうにおっしゃったわけでございます。で日本郵政の社長にお伺いをいたしますけれども、日本郵政が削除要求をした動画で詐欺まがいの契約の仕方で怖いとか、お客さんに悪いが換算率を考えるとノルマの方を取ってしまうなどの発信をしているのは誰だとご認識されていますでしょうか。鈴木取締役兼代表執行役上級副社長。お答え申し上げます。今お尋ねの発言というのは NHK の公式ツイッターとして SNS 動画に掲載されたものでございましょうか。まあ、当方としてはどなたがこの発言をされていらっしゃるのか、投稿されていらっしゃるのかはもちろん承知しておりませんけれども、それを公式ツイッターという形で、という名前をつけて NHK がクレジットをつけて流している以上、 NHK の責任において流しているものと関連しておりました。以上でございます。的村君。誰かは分からないというお答えでしたけれども、官保生命、日本郵便の方にですね、契約をさせられたお客様、そのご家族、そして郵便局員の自らの告発でございます。 NHK に動画削除の圧力をかける前に第三者の調査委員会を作って事実を究明して謝罪をし、被害を回復し、再発防止策を徹底的にやることこそ必要だったんじゃないかと思いますけれども、日本郵政の社長、お答えをいただきたいと思います。鈴木取締役兼代表執行役。なぜ鈴木さんなんでしょうか。副社長、上級副社長。お答え申し上げます。
当グループでは2015年2018年に3カ年の経営方針を示す中期経営計画を作っておりますが、その中で官報生命の募集につきましては募集品質向上というのをまず第一に挙げているところでございます。これに基づきまして具体的にはご契約をいただいたお客様に対してありがとうコールと称して、で郵便局の方から契約内容のご確認をしさせていただいたり、ご高齢の方には家族同席をお願いしてまいりました。また2017年にはお客様本位の募集に係る基本方針というものを策定公表いたしまして、さらに募集品質向上総合対策というものを作って各種の指標を確認をするようにしてまいりました。こうした対策の効果といたしまして、私どもが指標として着目していた項目についてはそれぞれに皆改善が見られまして、苦情の数も減少していたということから、この総合対策を着実に実行していくことが何よりも大事であるというふうに考えておりました。また先ほどお話になりました総務省からの高騰による行政指導についても、この今まで現に行っておりました募集品質向上のための総合対策に基づく具体的な施策を着実に実行していくことで、それが達成できるというふうに思っております。以上でございます。本村君。NHK の報道の後もですね、指導を受けても何も変わらないといった投稿やメールが増え続けたこと、これも重大でございます。で、番組作成者たちの圧力の先頭に立ってきたのが、今ご答弁をされた放送行政に携わってきた総務省の元事務次官である鈴木康夫日本郵政上級副社長でございます。で、放送行政に携わってきたというなら、国民住民の皆様の知る権利を保障していくこと、そして不正を暴く NHK の公共的使命こそ重視するべきだったんじゃないでしょうか。で、番組で自分たちを取り上げたのはけしからんと、第2弾の放映をやめさせようと、自分たちに都合の悪い事実を暴いた NHK の番組作成者に圧力をかけたと言われても仕方ない態度だったというふうに思います。で、NHK が第1弾の放送をした後も現場が変わらないと告発が相次ぐ、その日本郵政グループこそが問題なのであって、ノルマ、パワハラ体質、辛い思いをしている働く現場の皆さんが変えたいからこそ告発が続いたわけでございます。で、昨年5月14日の NHK 中央放送番組審議会では、この昨年4月24日の NHK のクローズアップ現代プラスについて、一通のメールをきっかけに厳しいノルマや上司からの圧力に追い詰められた現場の実態を明らかにしており、気迫を感じる報道だったというふうに高く評価されているということもご紹介をしたいと思います。で、確認ですけれども、日本郵政の永戸社長は9月30日の記者会見の場で、 NHK 側から2回目の放送はしないという話があったというふうに述べておられます。それはいつ、 NHK あるいは経営委員会の誰から、日本郵政の誰に対してどのような形で伝えられたのか、永戸社長にはどのような形で伝わったのか、いつなのかということをお答えいただきたいと思います。記者会見で後でご報告すると調べるというふうに述べておりますので、ご回答をお願いしたいと思います。永戸取締役兼代表執行役社長。ただいまの本村委員のご質問にお答え申し上げます。お尋ねのお連絡でございますけれども、8月の3日 NHK 大型企画開発センター長から私どもの日本郵政持ち株会社広報担当者宛てにあったものでございます。私自身は同日その部下からその旨の報告を受けてございます。本村君。はい、今改めてそういう事実が明らかになったわけでございます。で、まあ、もともとこのクローズアップ現代プラスの第2弾はですね、去年の8月10日の夏の特集の予定でしたけれども、結局、今年の7月31日になったわけでございます。不自然なほど間が空いている、
なぜなのかという点も私大変疑問に思うわけですけれども、この点についてそれに関わってお伺いをしたいというふうに思います。で、日本郵政の社長にお伺いをしたいと思いますけれども、毎日新聞の昨年7月、毎日新聞はですね、昨年7月11日付で日本郵政3社の社長名で NHK 会長宛に郵送された申し入れ書面の全文を入手して掲載をしております。その書面には動画についてお客様に過度な不安を抱かせ、グループの経営に重大な支障をきたす恐れがあるというふうにしております。で、重大な支障、経営に重大な支障というのは具体的に何だとお考えなのでしょうか。昨年4月24日のクローズアップ現代の放映があった以降、2018年5月から8月にかけて、日本郵政が持っている官報のですね、株価が大きく値下がりをしているように見えます。で、もし8月10日の夏の特集で再び官報声明の不正販売の問題が第2弾で放送されれば、さらに株価が崩れていくんではないか、そういう懸念が日本郵政にはあったのではないかと思いますけれども、社長お答えをいただきたいと思います。社長お答えをいただきたいと思います。長戸取締役、社長に通告をさせていただいております。長戸取締役兼代表執行役社長、お答え申し上げます。7月11日に私ども郵政グループ3社長で NHK の会長にレターを出場いたしました。これは、先後ぐらいお話になっていらっしゃいますように、4月24日第1弾の NHK クローズアップ現代が放送されまして、その後7月ですけれども第2弾を制作されるということでツイッターを立ち上げられました。先後ぐらいお話ございますように、当時の私どもの理解はですね、募集品質、積年の大事なテーマでございまして、ルル郵便、保険契約の製造が官報声明で、販売が日本郵便と、こういう立ち位置なんですけれども、両者でいろいろ努力をしてですね、手応えも感じて、クレーム案件も減ってきているというような手応えを感じているときに、このツイッターの言葉の中にですね、詐欺とか押し売りとか元本割れとかですね、やや聞き捨てならない刺激的な言葉が数多くありました。1万6000人のこの官報声明の営業販売人、募集人と申しますけれども、募集人の中には誠実に一生懸命働いている同僚たちも多くございます。あたかも全員そういう募集人であるかのような、ツイッターでございまして、これは問題ということで、私どもいろいろ協議をいたしまして、NHK さんの方にクレームをしたということでございます。株価等々の問題についての配慮はもちろんその時はございません。以上お答え申し上げました。本村君。まずはですね、お客様のことを心配するべきだったというふうに思います。日本郵政がですね、持っている官報の株はですね、今年4月第二売却が行われております。この時の売却価格は2375円、日本郵政が手にした売却総額は約4000億円と言われていますけれども、それでよろしいでしょうか。はい、緒方常務執行役。お答え申し上げます。本年4月に実施いたしました官報生命保険の第二次売り出しにおきましては、同時に実施いたしました官報生命保険の自己株式取得に応じた分を含めまして、約4170億円の売却収入を得ております。本村君、時間が来ております。はい、時間がありませんので、最後に一問お伺いしたいんですけれども、まとめてお伺いをいたします。この官報株の第二次売却の証券会社を決めたのはいつかということとですね、私2つに疑問を持っておりました。1つはなぜ NHK が第2弾の放送、今年7月になったのか、そしてなぜ総務省の法に基づく大臣の報告徴収命令が今年6月になったのか、この2つの疑問に対しましても、結局日本郵政が持っている官報の株をですね、売却してから NHK は第2弾を放映した、そして総務省も本格的な指導に入った、
この経過を見ますと、NHK も総務省も忖度したんじゃないかと言われても仕方がないと、特に総務省は、結託してやったんじゃないかと言われてもしょうがないというふうに思います。もう時間が責任は重大でございます。ぜひ NHK 会長、総務大臣、最後にご答弁をお願いしたいと思います。じゃあ、高市総務大臣。大変心外でございます。株の売却については、金融庁で、判断を財務省で判断をされることで、ございます。で、総務省としてはこれまで不適切営業問題について適時報告を受け指導も、行って適切に対応してきたと考えております。この報告内容などを踏まえて、今後も厳正に対処するということで監督責任を果たしてまいりとうございます。はい、じゃあ上田会長、簡潔に、お答えいたします。第2弾として取り上げるからには、郵政の組織的な問題などより深く掘り下げる必要があるという考えを持ってまして、取材を尽くして今年の7月に、放送したという次第です。本村君。はい、ぜひこの問題集中審議、そして資料のすべての提出を求めて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に